いやー楽しみですね。私は開幕前のワクワクがたまらなく好きなんです。一体どんなショーをするつもりなんだ。ショーをご覧になる方ですね。ん？ああ、ロボットが喋った。ああ、これはすごいですね。 AI ロボットをスタッフとして使っているとは。え、あそうなんです。ショーをご覧になる方はぜひこちらのブレスレットをつけてください。ブレスレット？プラスチック製のようだが、暗いところで光るやつか。お、中に何か入って。あ、間もなく始まるようですね。なんだ。我が名は偉大なる魔法使いマイルス。魔法で世界の果てまでをも輝かせる男だ。我ながらいい自己紹介だ。これでいつ名前を問われても大丈夫だな。こんなところで一体いつどんな人に名前を問われるんですか、お師匠。あれは M。 それにあいつらワンダーステージのやつらか。あ、驚いた。一体いつの間にそこにいたんだシャオ。お師匠が笑い出す前からです。何度も言ってますけど、急に笑い出すとびっくりするからやめてください。笑うのはいいことだぞ。シャオも子供らしく笑うといい。そんな仏頂面ではいい魔法使いにはなれんぞ。私は子供じゃありません。もう12歳ですよ。それに私が仏頂面なのは、お師匠がいつまでたっても魔法を教えてくれないからです。本当にお師匠は偉大な魔法使いなんですか？まだ一度も魔法を見せてくれたことないじゃないですか。すまんすまん。人生魔法を使うよりも楽しいことが多くてな。俺のモットーは楽しく生きる。いつでもそれが最優先だ。それじゃ魔法使いじゃなくてただの遊び人じゃないですか。だがついに魔法を見せてやれる時が来たようだ。え、本当ですか？ああ、この場所でな。そっか、すごい魔法を見せてくれるためにわざわざこの何もない焼け野原に来たんですね。それにしても本当に何もないですね、ここ。昔はたくさんの人たちが遊ぶ自然がいっぱいの町で、私もよく遊びに来てたんです。でもあの大きな戦争のせいで。ほう、それは良くない。実に良くない。全く楽しくないな。シャオ、この場所で一番好きだったものは何だ？一番上まで登ると城下町を全部見渡せて。ほうほう、ならばそれをちょちょいとアレンジして。えい！あれは魔
法をかけた瞬間、観覧車からたくさんの光が。なんですか、あの大きな風車のようなものは。あれぞ俺が考えた、なんか高いところからいい景色が見えるものみたいだ。すごい、お師匠は本当にすごい魔法使いだったんですね。私てっきり本当はただの変な人なのかと思ってました。最後の一言は余計だ。さて、魔法はこのように使う。とはいえ、ここまでの魔法を習得するには相当長い年月がかかるが、学んでみるか。はい、お願いします。おじさんたち誰？わっ、あ、お師匠、あんなところに小さな女の子がいます。本当だな、近くの村に住んでいる子か。おじさんたち、この辺りで子馬を見なかった？子馬？私の大切な白いお馬のお友達なの。でも戦争の時にここで離れ離れになっちゃって、どこに行っちゃったんだろう。お母さんの言った通り、やっぱりもう子馬は。お師匠、これは。楽しくない、まったく楽しくないな。やあお嬢ちゃん、実はおじさんたち子馬からお願いされていることがあってね。え？えい！このおもちゃのお馬さん、子馬に似てる？子馬はしばらく遠くに行っちゃうけど、その間お嬢ちゃんが寂しくないようにってさ。そっか。ねえおじさん、このお馬さんに乗ってみてもいい？もちろん。さあどうぞ。戦争で笑顔を失った人たちのために遊園地を作るといった章ですか。そういえば創設者の楽之助も全く同じ理由でこの場所を作ったとおっしゃっていましたね。天才だからな。だがコツさえつかめばシャオにもできるようになる。ん？また誰か来たようだな。今度はおじいさんのようですね。誰だあんたらは。村のそばで何をしてる？こんにちはおじいさん、私たちはここで魔法の練習をしている魔法使いです。魔法使い？悪いことは言わないから、ここらの村には入るんじゃないぞ。え？戦争でこの辺りをめちゃめちゃにされてから、村の連中はピリピリしている。特によそ者には厳しい。なるほど、ご忠告ありがとうございます。ところでおじいさん、好きなものはありますか？はあ？あなたの喜ぶものをプレゼントしたいのです。何せ私は魔法使いですから。
じゃあ汽車をくれ。月に一度港町まで行くのに、あれに揺られて寝るのが好きだったんだ。まあ今となっちゃ線路もない焼け野原だ。こんな場所で汽車に乗るなど夢のような話だが。ははは、全くもって大丈夫です。さらに一回だけじゃつまらないので。えい、おお、今度は園内を回るパークトレインですか。確かにあれは高齢者にも優しいアトラクションですね。園内に広がる線路が光に染まって、まるで魔法の道のようだ。なんだこれは。こんな汽車、見たことがないぞ。遠くまでは行けませんが、線路がぐるりと一周しているので、いつまでも汽車に揺られて眠ることができますよ。おかしなやつだな、あんたは。だが、悪い魔法使いではなさそうだ。ここからどうなっていくんでしょう。楽しみです。自慢のショーをお楽しみいただけているようで、何よりです。似ているな。